ベドラは、スペイン、ガリシア州、アコルニア県の自治体で、コマルカでサンティアーゴに属する。ガリシア統計局によると、2009年の人口は5059人。住民故障は、ベドレイズ、エサ、または、男女同系のベドレンス。ガリシアゴア社の自治体住民に占める割合は98.69%。ベドラは、北は、サンティアゴでコンポステーラと、 ボケーションと、西は、テオと、南から東にかけては、ウジャカワを挟んで、ポンテベドラ県のアエストラーダの、各自治体と境界をなしている。自治体内を、サンティアゴでコンポステーラと、オーレンセを結ぶ、国道525号線と高速道路53号線が、横切っている。国道525号線は、アルスーアとパドロンを結ぶ LC-241 と、 交差している。ベドラはウジャカーの形成する谷に位置し、ペレーロ川、トモンデ川、ブシェイロス川、サンクリストーボ川などの河川が流れている。自治体内での最高地点は、ピコサクロの隣にある、ペナスパルダスで海抜449メートルである。気候は、海洋性の影響を受け、過ごしやすい気候である。2007年の自治体選挙の結果、 自治体主張は、ガリシア社会党のオドン・カシミー・イロコバス、ガルシア、自治体表議員は、ガリシア社会党、6、ガリシア国民党、5、ガリシア民族主義ブロック、1、その他、1となっている。ベドラは12の教区に分けられる。ネーラ、カルロス、エイブルーシャンのウソ・トゥゴリーゴ・ポル・カンチェロウズ、プロザ・プブリカ、HTTP、プロザ・ガル、リクターソ、 1263エボルシオンのウソトゥーゴリーゴポルカンチェローズありがとうございます